タイトルが変わりまして変わって、これタイトルコールなんて言ったらいいか分からへんねんけど、じゃあ FFG のすべてがみんな F になる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます。おはようございます。そうなんですよ。みんなの言う通りね、ちょっとね、お店変わったんですよ。店内も全部改装して、で、もうこういうフラッシュっていうお店に変わりまして、で、ニコ生のタイトルもね、変えてね。3月から2店舗目をね出すんですけども、フルハウスっていうお店出して、フラッシュとフルハウスでポーカー縛りでね、2店舗目3月2日にプレーオープンを開始するんですけど、それで FFG グループっていう感じでグループ化していこうと思ってるんで、 FFG の全てがみんな F になるって感じで、昔あったよね、なんかドラマみたいなね、FFG の全てがみんな F になるみたいな感じの、全てがみんな F ドラマですか。ドラマあった。何やったっけな、誰が出てたんやっけな、なんかね、あってん、あんまり面白くなかったけど。面白くない、綾野剛が出てた。綾野剛が出てた、出てました、ね、そう分からない分からない。で、もう一つのフルハウスっていうお店はね、結構高級感ある。バンダナと元気似てるんちゃうかな、黒と、エレガントですよね。ポップな感じではない。第6タワーにできますよ、ほんまに。で、俺フルハウス行くから、カイさん代表でね、行っちゃうんすよ。一の世界代表でお店出しますけど、寂しい、宣伝していこうかなと思います。移籍する人、どうだよね、移籍する人はまだ、移籍っていうか2人は決まってないですか、ね、そう、移籍っていうかさ、あれじゃない、言うたら別れる、まあ視力で言ったら俺とカイさんかな。カイさん、りょう、あ、ヤマト、ヤマトさんとかな、そこぐらいじゃない。あとランちゃん、ランちゃんもあれやね、フルハウスやね。フラッシュは2部ない、フラッシュ2部ないね、1部だけ。1部だけ最初、1部と2部っていう話しとったんやけど、もう出し前みたいな感じでノリで2部に行きました。コメントよ、超コメントよ、超コメントよ。こんなね、心ないコメントが来ますよ。ほんでね、ちょっとね、今日ね、ここ来る前にお風呂入りながら考えとったんですよ。今日議題をね、今日どんなこと喋ろうかなみたいな、ニコ生で何話そうっつって、言うたら一発目前なんかあれやんな、前ちょっと3人出たんですけど、なんかちょっとトラブってなんかね、5分ぐらい、電波障害みたいなね、5分ぐらいで終わっちゃって、聞いたけど、その電波障害みたいなのでやってもんだから、一発目やからちゃんと議題考えてきたんよ。俺なんすか、いや一発目、俺ね、しゃべくり7見とって、はいギリギリ7みたいなのあるよ。なんかギリギリトークを繰り返すみたいな、もうそういう話を今日は答えていこうかな、はい、それあれですか、そのリスナーさんに何か質問してもらって、それ答えれるか答えられないか、そう質問してもらって、もう答えれへんかったらごめんねみたいな感じでいこうかなと思うんやけど、でもいつもギリギリトークしてるよね、まあ確かにいつもギリギリって言われれば、そうなんよな、そうなんよね、俺のトークってギリギリなんよね。ギリギリなんすかね、あれは。だってもう黒歴史とか結構喋ってんねまあまあ話しますよね。だって一星と最初出てるのか、
一発目、カオルさんとニコ生で黒人のお姉にチンポ触られた話とかそうそう、で、俺カオルさんのイメージそこでもうダーン変わってねえカオルさん何、下ネタ話すのだよ。いや、めっちゃ下ネタよ、なんか生きてるやん、下ネタとして。そう、そう、奥にゴーンのやつ、奥にゴーンのやつ、下ネタが服着て歩いてるみたいなだから言うたら、あの、あれやで、あの答えれへんことはごめんやけど、あの答えへんで、あとこれそれはごめんって言うけど、あのあれよ、ほんまは聞きたいやんけど聞けなかったこととかあるやんか。でこう今みたいにこう NG コメントになるようなことも聞かないでくださいもうすぐ NG 出てきた、すぐ NG 出てきた。だからもう一発目いこうか。なら拾ってくよ、どんどん拾ってくよ。よしおちんちん待ってー、うん、枕は週何回ですか。す枕週何回ですか。何回ですか。俺枕、はい、俺ねここ3ヶ月ぐらいしてない。でも俺もそんぐらい、うん、あのね半年ぐらい前まではね1週間に2回はしてた。1週間に2回、うん、うん、俺どっちかっていうとさ、うん、もうしますよって言っちゃう人やから隠さへんから。する時はする。でも どの段階でですか。うん、もう今日するよって。いやもう普通にだから言うたら、あの女の子3択ぐらい被ってるんです。まあ被ってるって感じですね。あんで3人ぐらい来てて、で一人がすごいシャンパンとかブランデーとかバーって下ろしてくれて頑張ってくれたとするやんか、うん、なら後の二人にはごめんなって、あの頑張ってくれたから見てたやろって今日は枕してくるから、うん、俺は言っちゃう。あ、違うお客さんに言うんですか。うん、あそこで枕してくるからな今日は、うん、俺は隠さへん。バレた時の方が鬱陶しいから、うん、もう俺はするからねって最初に言っちゃう。で、反応はなんですか。え、何ですか。いや、まあ、それそうなるよ。なるけどお仕事だから、お仕事だしっていう考えは、ね、今日はあっちが使ったよねってことですか。そう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 、うん、なあ言うたら、なんやろ性欲の塊別にそういう意味で言ってるんちゃうからな。枕、え、3ヶ月前までは週何分でしょったの。枕、と NG コメント多いなNG コメント多いな。枕、うーん、それが、あ、どんどん次のあれ拾っていくからどんどん質問上げといてね。でも俺本当に絶対信じないけど、絶対信じないけど基本枕しないんだよね本当に。アフターとかはもう基本バー行って終わり、うん、あ、そうなんや。酒飲む感じな。そうそう、バーで満足してみたいな。あ、嘘でしょって。本当だ、本当だわ本当だわアフター、次アフターはどこ行くんですか。これどっちから行く。な、一斉から行こうか。アフターですね。アフター、まあご飯行くか、まあバー行く、行ってまあ朝まで飲んでるかぐらいですか。あー、バーが多いね。ペルセウスでしょ。ペルセウスです。あー、そう。俺めっちゃ行くとこ教えたろか。剣心流。同じビル同じビル内。剣心流めっちゃ行く俺。大好きで、あそこのね、あの、嬉しい刺身が。一番そうだねっつって、そう。枕しないから、位置はそうだね、誰か、誰か分かんないけど、ありがとう、嬉しい。もうね、アフターってなったらめっちゃ刺身食ってる一切隠れ枕隠れ枕隠れ枕な。枕するように見えるなんか、むっつりみたいな言い方嫌やな。ほんとね、純粋だよ。そう、多分アフターか。でも、朝まで動いてる時多いからね。うん、うん、なんか、なんやろ、朝まで。カオルさん、バー来ないですよね。俺バー嫌いやもん。嫌いなんすか。うん、ペルセウス嫌いやの。言っちゃいました。なんかあのすごい入り乱れてるやん、カオスやん。まあ人多いてかすごいっすね。俺あの自分のお客さんと他の人のお客さんが喋るの俺大っ嫌いやから、それがあるでしょ、うんうんうん、俺はあれダメなの。ちょっと隣で近いから何言われてんねやろうって思うもん。ちょっとトイレ行ってる間にみたいな。そう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 、仲良くなってるしみたいな。俺の話何言われてんねやろうと思うよ。なんかさ、ヘルプの女の子に対する俺のこのなんやろうなイメージと、はいはい、自分の指名に対するイメージ、まあ違いますね、違うから。それがあ、そんなんだみたいな感じで言われたら嫌やから、もうあれ嫌いだもん、はい、ほんまに。平均睡眠時間はどれくらいですか。お前寝ないよね。俺全然寝ないです。2時間ぐらいだな。2時間ぐらいです毎日。俺ね、寝だめする。貯めるんですか。うん、12時間ぐらい寝て2日起きっぱとか。ああ、はいはいはい。寝るときはちゃんと寝る。
その分休みの時本当に俺十何時間ずっと寝てて、死んだように寝るよね。そう、死んだように。でもうパッと起きてお腹空いて起きるみたいな。そう、お腹空いて起きるの。お腹空いてパッと起きて、俺寝すぎたらさ、寝すぎたらさ俺食えんくなんねんけど。逆にですか。うん、飯が入らんくなる。ほんまに一切寝えへんやな。寝ないっすね。寝ないと仕事にならなくないって言うけど、なんかね、何なんだろうな、寝る時間がもったいないって思う。寝るんだったら行動してた方がいいと思う。そうそうそう。な、言うたら人生で考えた時に、じゃあ例えば8時間寝てたら何時間無駄にするとか考え始めると寝れんくなる。うん、ですね。って思うよね。ちょっと計算し始めたら恐ろしい日数になるやんか。だから何やったっけな、人間が80年生きるとして1日8時間睡眠やったら、なんかもう何やったっけな、何十年もうずっと、ね、ですよね、無駄にするって言うから、もうそれ聞いた瞬間に俺も怖い怖いと思って寝ない寝ない、うん、怖いと思って、ほんまに。だから寝れんことはないねんけど、めっちゃ眠いなと思いながら昼間動いてる。寝ようと思ったら本当いくらでも寝れる。うん、だからずーっとコーヒー飲んでんねんな。タロさん、ブラックばっか飲んでますよね。あれないと起きとられへんねん。ブラック飲めないですもん。なんでな。苦い。ブラック苦い。次全然あれしてよ、質問をあげてよ。ブラック美味しいよ。今日もブラック飲んできた。苦いですもん。うん？なんかもう。お、いいね。家賃いくら？家賃は一切関係ないもん。俺関係ないですね。俺寮ですから家賃はない。でも寮家賃知ってる？わかんないです。16万ぐらいするんだよ。ん？いや22万ぐらいする。え？前の、うん、はい、前の寮に16万円ぐらい。違う。あそこ22万ぐらいする。そうなんです。だってもう歌舞伎やもんだって。カールさんは？俺？俺3万円。3万円、うん、3万円間取りは畳1畳畳1畳畳1畳に茶と茶舞台なんですか。茶舞台と茶舞台で茶舞台と灰皿とでも部屋のね片隅にねどん兵衛がめっちゃ並んでる。お風呂ないから。イメージな。お風呂ないから。お風呂ないから。俺んちお風呂ないから。お風呂どうしてんすか。水浴びと寒風摩擦。そうシャシャシャーいって今の季節ええねん。寒風摩擦こないしめっちゃ気合入ってるやつ。そう3万円しかもあれやで、家賃が3万円じゃなくてもうあれやで、込みや、光熱費込み食費、そうそう、いや食費はあれやけど、うん、込み光熱費水道代込み3万。畳1畳風呂なし。見たことある、スーモとかさ、物件検索でさ、3平米とか、そんなだから言うたらここの方が広いっちゃう。寝るだけみたいな。もう広いとこ落ち着かへんもん。あ、でも寝るだけレンタルルームより狭い。レンタルルームよりレンタルルームより狭い。ほんまに3万円ですよ。いや貧乏症じゃない、貧乏症っていうかね、ね、男は畳1畳とね、うん、飯1合あれば生きれるかなみたいな。部屋なんてもうほんとね、寝れればいい。じゃあレンタルルームでいいや。そうじゃないんですよ、ね、自分のね、その自分のあれが、その1畳しかないスペースにトゥルースリーパー引いてるから。そこに自分の家賃よりベッドの方が高いから。そこに金かけるんだ。そうだからレンタルルームのね、痛いやんか。痛いっすね。2人のネックレスいくら？安いいくら？これ60万と80万、3000円と2000円ぐらいかな。あ、1950円ぐらいだ。多分あのさ、ブランドに失礼。俺は普通に答えてもめっちゃ安いよこれ。120ぐらいですよね。1000円。ゼロ1個多い。ゼロが多い。ゼロが多い。これあれやから、ローリロドキの普通のやつやから、合わせて13、4ぐらいじゃない。かっこいいですよね、このね、カオルさんがスーツ着てる時に
このつけてるじゃないですか、うん、これ好きやん、超似合う、クロムじゃない、ロドキン、ロドキン、ローリーロドキンって知ってる？あのこれ衝動買いして見せたんで、それはもう買いに行くって思った、ちょちょちょ最初伊勢丹に香水買いに行ったよ、はい、あの俺シャネルやから、うん、エゴイスプラチナムやから、あの伊勢丹とかしか売ってないのね、はい、で伊勢丹行くやんか、はい、でなんか1階にあの香水売り場あって、はい、でメンズ館行ったんで、なんかええのあるかなと思って、でバーって見よったらロウキンとこ行って、うん、かっこいいなと思ってベーって見よったら、これに目がいって、おって、おめっちゃかわいいやん、今欲しいっつって、うん、買うっつって買った、その場で、うん、かっこいい、キャッシュでそのまんま。2人の最高給料いくらやった？最高給料、うん、言うてもね、これちょっと付随させていいや、人生の、それとも今のお店で、ね、ちょっとこれ最高給料いくらやったって、あ、人生の人生の最高給料いくらかな。でも最高給料覚えてないな。350万。それはあれ大阪の時ですか。うん、だってよ、その時仕事持ってるよ、5つ掛け持ちしてた、持ってるよ、5つ掛け持ちしてた5つっすか。うん、ダンスと、不動産とスカウトとホストと、で普通にあの何やろ、何言うたんやろな、なんか売り寄ってんチケットみたいな、友達のバンドのチケットみたいなの売り寄って、でその売った分のいくらかが入るみたいな、うん、そうそれで360万1回稼いだこと、俺自分でもびっくりした、月360万、ええー、っつって熱いってその時でも1時間ぐらいしか寝てなかったよ、うん、いやそんだけやっとけば、ダンス不動産めっちゃ言うてんだよそう、俺4歳からダンスしてんのしてなかった、ホストより稼いでるってつってから、いや、ホストはもっと稼げると思う、ホストでね、そんなにやで、ホストは、いやいやいや、そんなによ、まあでも、言うたってナンバー2とナンバー4やからね、4やっけ、そうそう、ナンバー2とナンバー4でしょ、何ダンス、ね、あの、4歳からずっとやってるから、もういろんなのできるよ、バレエとかヒップホップとか、もう普通にジャズもできるし、言うたればもうワルツとか踊れるからね、何も分からない全然、ただ平凡と過ごしてきた、うん、ダンスかっこいいっすね、なダンスできる人って、そう、あの俺からしたらもう一緒、あのガキの頃にさ、うん、ピアノとかで習ってた子とかおったやん、ピアノとか野球とか習ってた子おったやんか、野球は習わんすか、なんかそういうの嫌やったやろ、うん、なんかほんま、まさ今日も練習かみたいな、はいはいはい、もうあれな感じ、うん、がそのままダラ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 してたら、うん、あのなんか普通にそれがずっと10もうね、何年間もダンスか、そうでもなんか憧れありますね、もうすぐ19年やな、憧れはダンスなんかやりてえと思って、うん、なんだろう、なんかすげえガキで、うん、ダンスっていうのはなんだろうな、バク転できたらダンスなのかなみたいな、あー、バク転なんか簡単やろ、で、2日でできる、2日でバク転やったら首痛めて終わったっていう、うん、絶対やんない、あれやで、運動能力次第やけど2日でできるわ、バク転なんか、死ぬかと思った死ぬかと思った、手で変える、なんか、まああったらなんか流行ってるんだよね、これじゃないこれ合ってますこれ合ってる、これあ、違うねんか、あ、合ってんねん今度店でやってんの、何をあ、ダンスのこと、俺人前で絶対ダンス教えへんねん、ダンス踊らへんねん、変える、あ、これ俺こういう話題好き、二人の初体験の話教えて、初体験ね、ちょ、俺これちょっと異性の方から聞きたいな、言いたくなー俺たちも初体験言ったと思うねんなこの番組で、ねえ、一星、ちょっと教えてよ、俺は、うん、中2の夏の時に、うん、中2の夏、あ、中2なんや、変な話、もう、うん、奪われた年上の女性に、あ、俺と一星、気づけば奪われた、
気づけば奪われた。なんか、うん、なんかそういう、なんかさ、あるじゃないですか、中学校の時ってもうなんかすげえお互い思春期だし、うん、その変な話、はい、いいよいいよ食べて、男と女同士でなんか遊ぶとか、おうおうおう、遊ぶみたいな、そのままなんかお泊まりじゃないけど、まあ、何人かでそのおうおうおう家に泊まるみたいな、おうおうおう、なっててなんか変な感じで、もうなんか部屋は別々にしようみたいな、はいはいはい、もうやる気やったわけや、そう、おう、そう、一斉行っちゃダメっつってイメージ崩るから、ほんでほんでそれでなんか、うん、俺も全然もうその時は純粋ではなかったけど、なんかまあ寝てたんですよ、うん、これ男から行くのか、あーなるほど、ね、これ男を出した方がいいのか、はい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 、行けるかな、はいはいはい、ちょっとなんか手から行こう、手握るみたいな、とりあえず、はい、可愛く手握る、それ相手のことは好きだったの、相手のことはまあ好きでした、あお互い好きで、でもで甘酸っぱい感じや、甘酸っぱい感じで、で手握ってた瞬間、なんか上にバン来られて、バッとえっってなって、う口ガバーいかれて、う何これレロレロレロっつっておいおーみたいなこれ何みたいなレロ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 っつってこれ何がみたいなこの何みたいな、それでもう中二で大気交換したんや、ことが全てその日に終わっちゃって、う奪われたみたいな感じ、あーゴムは持ってたの、それはもうもちろん、やっぱ中二って持つよね、やっぱり。なんか財布の中に入れてるやつがなんか財布の中絶対入れるよね財布の中に入れてるやつなんかさ、何があるわけでもないのに絶対入れるよね、今度もね。そう、何なんですか、何かあった時のためですか。俺の多分言うたけど、いる、カルさん何ですか。いや、レスラーさんは聞きたいか聞きたくないかじゃない。俺多分言うてるもん、多分。ノーヘルばっかんねん、ノーヘルちゃう、ノーヘルじゃない。あの今夜はだらだらマンダラの時に多分何回か言ってると思うねんけど、言う？めっちゃ聞きたい。とりあえずサクッと言っとこうか、ほんならな、行きましょう。あの俺中1の春やね。中1の春。ああ早いっすね、うん、早いっすね。中1の春で小6、中1の春って小6からもう、そう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 、いやー早っそうそうそう、ほんで、はい、あのその時お付き合いさせてもらっとった女の子がおって、で同級生は同じクラスの子なんやけど、うん、あのその子んち仲良かったからずっと遊びに行きよったんだ、はいはいはい、でずっと遊びに行きよって、すごいあのその時当時高1のお姉ちゃんがおったんその子に、はいはい、すごい可愛くて、すごいグラマーな子やって、発達もすごい早くて、発達、うん、あの胸の発達とかすごい早くて、はい、であのずっとバーって遊びに行きよって、小6ぐらいの時からね、はい、で中1ぐらいになって、なんかあの友達友達とその付き合ってた子がなんか遊びに行った、はい、俺なんかもう家族の一員みたいになってたから、まあ、そのぐらい仲良かったんですよね。でお姉ちゃんがあのゲーム持ってたから、そのお姉ちゃんのとこにあのバーって行ってゲームしようゲームしようゲームしょった。ほんでもうあの眠たなって思って、はい、寝たんよ。でゲームしてまあ眠たくなったなって思って寝たら、はい、あの一緒に寝てて布団の上で、ああはい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 、起きたらなんかそういう雰囲気になっててみたいな、おみたいな、が初めてのあのペロペロされて、ペロペロされーのペロペロされーの、はい、上に乗られーの、乗られーの、そのまま行かされーの、行かされーのおおみたいなこれがみたいな、セックスっていう感じはなかったね。うん、香る田舎出身かって、俺田舎やで、兵庫県やもん、めっちゃ田舎や、めっちゃほんまにすごかったよ俺ね、人生で初めてね、はい、ペロペロされたのが一番気持ちよかったかもしれん。やっぱり体勢がないからかな。まあですね、うん、それが中1の春なんですよね。そう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 、中1の春、もうそっからもうずっとやりちん言っちゃうんすか、ずっと。だってなんやろ、中学校だけで50人は食ったよ俺 ANS 最初、やばい、それは最初ね、中3に彼女おって、中1にも彼女おって、同じ学校っすか。そうそう、俺が中2の時に、年上と年下っきょって、うん、それやばいやん、絶対バレるやん、それバレますよ、ね、バレたいなって、うん、で、中3の彼女が中1の彼女やがりに行ったの、誰の男に手出してんねんみたいな、うんって言って、
はい、でも中1の女の子はもう怖いからもう関わりたくないって言われて、でもそのどっちともやってたから、はい、でもなんかもう中3の子もそれで それはそれであんた浮気してたからなみたいな感じで鬱陶しくなってきた、遊びたかったから、だからもうやめようと思って、あ、はい、もう同じ中学で彼女作るのやめようと思って7つの中学に1人ずつおった、7つ7つに1人ずつおった、それはやばいっすね、枕万歳やなっす、うん、いや枕じゃない、その時はダナのセックス、うん、お金かかってないからね、ほんまに映画化できるねっつって50人は食ったよ中3は、中2、中3で50は多いですね、だって俺もう何やろ、髪型とかだけでもモテるやん中学校って、俺こあの分かります、分かります、俺髪型な、こうやってね、これぐらいの長さでこっち刈り上げて、はい、ライン入れとって、中学生ですか、中2はそうやな、ライン入れとって、はい、でここもうブワーって VO5 でやってみたいな、イメージつかない、その時超かっこいいって言われてて、うん、でその中3の時はいないですもんね、周りにこう何やろ、こうバッテンでこう3個ぐらいピンでこう止めとって、だから片方ずーっと上げとった、今も癖ないやろしね、周りにいました、何がそういう、おったおったおった、だって黒髪は俺だけやったもん、グループの中で、どんなグループどんなグループだったんすか、なんか金髪とか、はい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 、あの何やろ、普通に茶髪とか、だいたいさ、あのブリーチで抜いただけの髪の毛多いよ、あガキの頃って、もうどんだけ明るくしたらもうかっこいいかみたいななんかありますよね、性病だなそれいろんな意味でって言うけど、ガキの頃にね性病なんてないから、あの言ったらさ、そんな社会の人たちとやるわけじゃないから、そのガキの中のコミュニティの中で性病なんてないからね、性病流行ってるやばいっすもん、うん、誰が持ってこんねんって話やん、その中学校のコミュニティ、ね、どっから拾ってきたんやつなあ、そうそうそう、髪型ってどうやって決めるの、髪型ってどうやって決めるの、髪型ってどうやって決めるの、どういうこと、そヘアメ、あーヘアメ、ヘアメは気分やな、俺は、俺はその日の気分、気分ですか、でもコロコロ変わるよね、いや髪切りましたからね、もう今はもう切ってから、なんか俺あの一世のクリクリってしてるやつ好きやで、もういやもうバッサリ切ったんですよ、俺バッサリ切ったから嫌やし、わかめが、わかめが似合わないんですよ、ああなるほどなるほど、わかめ似合わないからもう顔周り、うん、今って、うん、今セットしてる二人とも、二人ともしてる、いやこのままくるんでセットしてこうへんのはあかんと思うけど、でなんか一回見たことあります最近いやもうね俺ねあれほんマジでって思ったもんなんか最近見ました、なんか帽子かぶってきてマジでって思ったもん、俺だけやでセットしてんの、今俺これ言ったじゃないですか、うん、こいつなんかニコ生チェックしてんだなみたいな感じで思われて恥ずかしい今一世ニコ生チェックしてんだから、うっせやろって思ったもんね、なんか帽子でくるのってよくなくない、うん、俺今日帽子あんまかぶんないですからね、かぶ、うん、んないからだったらセットしてくる、俺も帽子あんまりかぶれへん、帽子かぶるんやったらもうあのハットかぶるから、うん、だからみんなに見てもらうのに髪型をセットしてこない意味が逆にわからないって思うから俺は、だってこれだってすっげえ見てますもんね、うん、ただでさえさあの別に自分に自信ないのに、うん、そこだけさあのへなってたらもうやばいやん、もう見るに耐えへんやん、俺やったら絶対見たないもん、いやですね、だって、うん、そう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 、なんか、あ、理想な奥さんはいいんじゃない、理想な奥さん、理想な奥さんはもうね、俺から答えていい、カオルさんか、じゃあ、あのね、俺ね理想な奥さんは、俺もう侍女房みたいな人がいい、うん、侍女房みたいな人がいい、あ、もう三歩後ろに歩いてるような、そう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 、あの、もう、はい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 、俺も一世もそうやんか、あの家庭で男はもうちゃぶ台から動かすな、そうもう男は台所にも立たんし、あのずっと男はもう洗濯もしないし、うん、だからそういう家そうだったやんか、で言うたらもう普通にあのもう家にいるならもう動かさない人じゃないとダメかな、だから言うたらもうブワーってこうさ、みんなで飲んでる時に、はい、あの自分の嫁が、はい、バーって言い始めたらもう
前帰っていいよ。ああはいはいはい、はい、つつましくいてくれる人が好きかな。だから一星のちょっとあの CM の後で聞いてみようかな、うん、なら CM どうぞ。上京して1ヶ月、ホスト未経験、入店1ヶ月目の俺がナンバーワン、金も女も全てを手に入れた。マリル、これからこの歌舞伎町で一番のホスト。マリル、携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループ。誰もいないっていう誰もいないっていう。どうしよう、もう言っていいのかな俺の理想のやつ。カルさんいないけど理想、あ、どうしようか、言っていいのかな理想か。まあとりあえずすげえ普通なんだけど、まあ、料理できる、まあ、料理は絶対できなきゃダメ、料理できなきゃダメ、子供を愛せる。で、カオルさんみたいに3歩後ろについてきてほしいんだけど、そう、ちょっと俺が強く言ったら結局負けるから、もうなんかカカア天下でいい、カカア天下でいい。子供大好き、まだ言わないでごめん、言っちゃった言っちゃった、ごめん言っちゃったか。あ、お、わ、それないっすわ、それないっすわ、それないっすわ。カオルさん、カオルさんのは子供好きって。子供めっちゃ好きやん。子供めっちゃ好きらしいですよ、うん、子供ね、俺4人ぐらい欲しい。4人っすか、うん、2人ぐらいでいいっす男2人、女2人欲しい。男2人、女2人だって。メモって。チョコ最高いくらもらった。チョコ、チョコ小学校の時めっちゃもらったよ。小学校だけ俺チョコね、中学校、中学校っすか、中3、7個もらった。おるぅぅぅ、いや負けてませんわ俺。小学校の時俺12個もらいましたから。7人彼女おったから7個もらったそりゃそうなりますわそりゃそうなりますわそう、バレンタインって言ったら、うん、もうちょいでバレンタインじゃない。そうやね、バレンタインイベントやるんやっけ。イベントやるんでぜひ来てください。あ、イベントやるんや。なんか知らん内容。わかんないです。バレンタインやから何するみたいな。なんかチョコください。あ、チョコ欲しいのみたいな。え、チョコくれたら何みたいな、ない。チョコくれたら何しますみたいな、ない。イベント内容みたいな俺全然知らん、ごめんね。わかんない俺もわかんない。めっかチョコくれたらええわ。チョコ、シャンパン。チョコはシャンパン、俺シャンパン。シャンパン、もちろんシャンパンありがとう。シャンパンでお願いしますだってさ、だってさ、あのチョコ食べられへんねん。もあ、まず持って食えないですか。まず持って食えない。だからもう香りすぎ、甘いもんダメやから。もうこう言った、言っちゃったから、もうチョコダメです。あの、シャンパンのみ。酒飲みすぎてもう甘いのほんまに食わへんの。なんかしかも俺飲むのビールばっかやん。もうじゃあクッキーあげるわ。クッキーもね、俺甘いと思う。クッキーちゃんとしっとり系ね、しっとり系ね、うん、クッキーもね、ちょっとグレーやな。あの、ブラックチョコレートやったら全然よくやる。やっぱ、やだ、苦いっすもん、ブラックは。あの、昔ね、あの、俺が苦い、あの、甘いの食べられへんっていうの知ってたお客さんが、バレンタインにブラックチョコレートで、フォンダンショコラを作ってくれたの。はい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 。それめっちゃ美味しかった。それは普通に食べれたんですか。うん、めっちゃ美味しかった。すごい美味しかった、ブラックチョコレートで。
そう、カカオ 100%、 カカオ 100%、 あれで作ってくれた時、あれをちょっと感動したね。明日誕生日だからタンプレちょうだい。ああ、そう。何欲しい？何欲しい？何欲しいの？あの、現実的に、現実的に何欲しい？お金使ってあげるから行くねー言うて行くねー言うて、チョコ持ってくるより現金持ってこいでしょ。まあ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 、それはそれはもうちょっとね。てか俺思ったんやけど、全然ギリギリじゃなくない？なんか質問内容が、もうちょいさ、こうもっといいよ、もっといいよ。なんかあの、ほんまにこれほんまに答えれんのかみたいな感じで、超ギリギリ。うんうん、もうギリギリ、ほんまギリギリ。多分ですけど、多分すっごい NG 増えると思うで、NG コメントってあれでしょ、なんか汚い言葉打ったるとこじゃないの？手作り食べれる、全然食べれる。こんなお客さんは無理やわ。ロックの増してくる人一緒ですあと声がでかい人、あのなんかうわーとか言ってる人、一人で気違いみたいに。別にそれは俺はいいんですけど、もっとロックは飲んでいいんだけど、いやもうきついんですよね。そう、今までいた人で一番無理やわ。あのさ、昔さ、あのゆうまるおったやん、ゆうさんおったやん。はいあの、あいつの客のお客さんの、はい、あのもう、うんはやばかった。俺は大っ嫌いやった。だってよもうねやばかった。もうね、もうなんかもう、うん、店の中に聞こえるような、ほんまにもう営業妨害ですよっていうような声で喋るの。あ、でも俺あんまそんな、俺はキャーキャー言うんやんな。でも俺はそんな被ってないですから。あ、ほんであの、なんやろ、あの喋る内容もしかもすごいお下劣なの。あ、だから俺の指名じゃないからいいねんけど、俺は指名としては全然いらない。うん、実際自分のお客さんでこいつは嫌いやわ。今度俺おらへんな。やだ、怖いわ。俺おらへん。自分のお客さんはもう自分指名してくれただけで俺好きになっちゃう、普通に。自分のお客さんは嫌なのいないな。指名されたのは断ったりはできへんな。うん、そう、他のお客さんに迷惑かけないって楽しんでくれるね。そう、分かってる。うん、だから言ったら自分のお客さんで嫌いになるってなくない？多分ね。嫌いになったらだってもう、だって自分を好きになってくれてる時点で、なんやろ、別に毛嫌いする必要はなくないと思うんやけど、好きになってもらってまでなんか突き放すのもあれですもんね、うん、どんなお客さんでも断れないんです。あ、そりゃそうですよ。俺お客さんはそりゃそうですよ。それをどうするかはもう俺らのね、嬉しいだよね。あまり好きじゃないタイプの人に指名されたらどうする？いや、もうそれも仕事ですから。それはもう、それもお仕事やから。それはもう自分、あの、ここではぶっちゃけるけど、店の中に一歩入ったらもうそれはもう笑顔振りまきますよ。そりゃちょっとアイスもらって、アイスもらっていいですか？嫌でも枕できる。うん、本来枕って嫌なもんやからね。嫌でも枕できるっていう、あの、なんやろ、本来さ、ぶっちゃけ自分の好きな人しかしたくないから、それでお金を挟んでるからっていうことだ行こうと思ってる。入店拒否は、入店拒否はない。ないよ、多分ないよ。二十歳未満のお客様はごめんなさい。そう、二十歳未満はダメです。二十歳未満のお客様だけはごめんなさい。それ以外はもうどんどんウェルカム。ヘルプとはどこまで仲良くなっていい？あ、もう全然仲良くなっていいよ。逆に仲良くなってもらって、うん、お店好きになってもらったら、そうそうそう、あの連絡先交換するとかなしやで、ね、それはちょっと、そんなんやったら、そのヘルプ君が100万円請求されるから、爆弾言うてな。そうそうそう、身分証ないと入れないね。入れないですね。身分証、顔つき身分証、公的身分証があれば、うん、入れないね。急に来てほしくない。お客さん来たら、元カノとか来たら、うわ、これやばい。元カノやばいそれも突然来た場合、パッて元カノ先位置つかないと。いや、つくよ、全然つくよ。
全然つくから。元カノか。男の子。ああ、俺ね、俺元カノだけはちょっとな入店拒否する。なんて言うよ。元カノだけは入店拒否する俺。内勤さんにつけないでくださいって言う。いやね、言いますね俺だったら。いやなんかさ、あのホストやる前のさ、あのもうなんか話とかされるの嫌やもん。それをヘルプさんとかに。もう普通に話してたらもうすごい嫌だ、うん、嫌ですよね。もう何話してんのみたいな顔つきで確認するのは未成年に見える人だけだよね。いやそれはもう全員、うん、全員確認します。全員確認する。あのもうそこはもう不平等なしに。そういうのはちゃんと全員確認します。親同伴なら中高生 OK ですか？全然ダメです。全然ダメです。全然ダメです。バカバカバカ西日本はそういうお店多いよ。いや南全然そんなことなかったよ。どこもダメだと思うけど。南はやけど、まず親と来るよホストクラブな。その時点でさそのおかんどないしたって思うんやけど。おかんが行くよって言うの。ホスト行くよ。おかんホスト行くよ言うて。でもそんなおかん嫌やわ来んな来んなってもうですよね。うん、え枕もできるって。それはあの親子で。違う親子でどっちと。あのそれお母さん抱いて娘も抱くの。あの俺それちょっと挟まれたいかもしれない。挟まれたいですか。挟まれたいですか。あの親とね娘とね。おかんが飲み来たら俺はこれ関係ない。あ俺も関係ないっすわ。悲しいからやめろ。悲しいからやめろ。この二人におかんを踏んだやって。マニアックな性癖。俺はもうハード SM。 俺ハードじゃないけどソフト SM。だよ言うたらもうね、俺も自分 の、うん、あのプレイとしてやで、ね、プレイとしてあの女の子が自分がモノやと扱われてるので興奮してくれる女の子大好き、うん、ああ私モノみたいに扱われてる。カオルさんすごいですよね。うん、いろいろ聞くけどカオルさんはすごいと思います。あのもう人権を求めない。俺まあまあズバン抜けてるなと思います。今まで出会ってきた中でカオルさんはまあまあ衝撃受けましたもん俺。人権をね、あのね、セックス中にね、女の子に求めない。うん、もうなんかあの、なんやろな、 M が好きなの。いや嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。いや嘘でしょ。何しに来たんすか。ナンバーワン。ナンバーワン来ました。 LINE ID 出てんじゃん。ナンバーワン来ました。うせよ。ナンバーワン何しに来たんすか。何などっち行きますか。こんな時間に どっち行きます。え撮影終わったんですか。何ですか。撮影終わった。撮影やからやろね。いつもよりなんかすごい跳ねてる。ナンバーワン来たんすけど。ナンバーワン来た。チラって見て誰と思った。ナンバーワン真ん中来ます。いいよ。それよ。さあやさん。さあ坂がナンバー2ですから。坂がナンバー4。坂がナンバー2です。すいません。超豪華。その夢も今月で終わるんですね。いやでもね、悔しかったよ。今ギリギリトークのね、あの話題してるんですよ。ギリ、ああだから言ったらもうリスナーさんが質問してくれて、もうギリギリ、ね、でも答えるみたいな。それ答えるみたいなことしてるんですよ。姫さんもギリギリ行きましょうよ。はい、いいですよ。俺から質問していいですか。いいですよ。じゃあ何しようかな。あなんかね、わっきょうからぐらい、従業員やから知ってるぐらいのギリギリトークいいっすか。いやいやいや、ほんまにっすか。いいよ。ほんまにっすか。ね、じゃあね、じゃあ、優しくいきます、最初、優しくいきます。なんか緊張するな、これなんだろう。ゆめさんのカードって年収いくらと思ってるんですか。バカ野郎。一緒じゃん。バカ野郎。一緒じゃん。それ一緒じゃん。年収いくらかな。それ一緒じゃん。イメージさせ年収いくらかな。それやめよう。何ですか。それ前も話してよ。でな、じゃあ年収聞きたい。ほらまたかって。あと年収と家賃。2000億。家賃は答えられる。家賃いくらですか。
安いっす、本当に。いくらですか？10ちょっと。嘘でしょ、あの家で。嘘でしょ、絶対嘘よ。あるか、あるか。とりあえずちょっと CM 行こう、CM 行こう。I am Yusei, who newcomer just entered AJ. Is there already number one seller? Sorry, he could not be the one any longer cause I'll be the one. Hey gentlemen, would you like to know how to raise the sales? ようこそ僕のシンデレラ。ゆめさんのあの家で十何万はないって。だって何平米ありますよ。平米数答えんのかよ。うん、何平米ありますよ。これ絶対答えなくちゃいけないの。絶対答えなきゃいけへんわけじゃなくて、もうあかんって思ったらそれはあかんって言ってここまさかの。めっちゃ触れてるよ、めっちゃ携帯触れてる。わかんないっす。わかんないっす。あかんって。知らない電話番号です。マジっすか。うん、マジマジ。何平米あるんですか。100平米ぐらいありますよね、でも。知らないっす。100平米ぐらいありますよね。ないでしょ。100平米やったら怖いでしょ。いや、あれっすよ、ね。ないないない。うちの店より広いじゃん。いやいやいや、違う違う違う。次行きましょう、次。ああ、じゃあ、ゆめさんに。あ、今までで一番高い買い物。何回手振るんだろう。今までで一番高い買い物。女。うん、女かな。ゆめさんってロレックスとか持ってたんですよね。、うん、それより高い女買ったってことですか。うん、いくらっすか。わかんない、なんか会うたびにプレゼントあげてた。あ、その女口説くためにですか。口説くためじゃなくて、そうです、もう自分もうそう、もう好きであげてたんですか。もうで言うたらもうそのこんなんが似合うなとか、ごめんね、そんなんが似合うなって思ったのをプレゼントしてたってことですか。そうそう、かっこいいじゃないですか。まあ、多分騙されてたのか何なのかわかんないけど。あ、騙されてたんですか。ナンバーワン騙されてたんですか。そうそうそう巻き上げられてたんや、キャバ嬢に。多分そんな感じ。多分そんな感じ。あ、そうなんや。そうそう、キャバ嬢っすか。軽く会社1台分ぐらい。やっせえ。やばい。あのね、10本は超えるってことでしょ。ん、10本は超えるってことでしょ。そうですね、まあそれ近くですね。うわー、うん、女に見つけるってすごいよね。俺多分女の子に貢ぐことはできないもん、多分。一緒にどっか行こうとかプレゼントとかはあるで、うん、けど貢ぐって女の子にこうなることがない。そんな女性と多分出会ったことがない。そんな毎回プレゼントしてとか、そんなお前言ったら人生経験まだまだやから、あのそんな女性に会いたいなとは思うねんけど。確かに。おすすめのキャバ嬢教えてくださいよ。おすすめのキャバクラ僕行かないんですよ。あ、そうなんや。うん、なんでギリギリトーク、結構ギリギリなんですけど、これ僕言いたくなかったんですけど。へ。じゃあゆめさん、何しようかな。次、あ、ゆめさんのね、あのおすすめの料理屋さん教えてください。歌舞伎町でいいんですか。いや、東京。いや、都内都内で、あの俺がデート行くならみたいな。じゃあこいつ隣でなんか目ときはやめろ。目ときってで居酒屋でいいですか。デートで使うな。いや別に女性を連れていくところ、ちょっと雰囲気いいとこ、あの
田舎屋っていう居酒屋がある。田舎屋どこにあるんですか。まあどっかでやるんでしょうね、田舎屋ね。そう、田舎屋、田舎。どんなとこなんですか。いや、雰囲気いいですか。値段は書いてないです。わーお、超怖え。やば、超怖え。値段書いてないのですか。書いてないです。よく言ってましたよね。え、何人飛んできます。普通に2人で、女の子と2人で行って、平均ユキチ何人飛んできます。5人ぐらいは飛んでる。あー、5人か。居酒屋で5人。え、でも女の子とご飯食べに行って、諭吉5人はあるよ普通に。居酒屋ですよ。うん、飛んでくる飛んでくる。あのさ、女の子ってどこやったっけな、あのなんかビルのね、32階、西宿ぐらいであるんだけど、そこの居酒屋も5人ぐらい飛んでくもん。俺1041番誰か分かったかんな。1041番誰か分かったぞ。ほんまに寝とき。うん、寝とき、寝とき。だから言うたらもう、ユキチ5人ぐらいは覚悟する。10人からがやばい。俺ね、一回ね、なんかね、あの女の子はね、あの行きたいって言ったね、店連れてってね、俺ね9人ぐらい飛んでったもん。嘘でしょとか思って。俺ほとんど食えてないのに。女の子そんな食べてないんですか。うん、もうめっちゃ高かった、ほんまに。もうめっちゃ可愛い、可愛いよ。あれ言うたらもう、姫さんね、それね、あれなんですよ、追いかけれないんですよ。こっち見た方が早いです。マジで。コメント拾ってよ、ごめんなさい。いや、姫さん何しに来たんですか。マジで遊び来た。遊びに来たんですか。うん、なんかちょっとあれしてください、リスナーさんのギリギリトーク答えてください。もう時間ない。あ、いいですよ、いいですよ、もう時間ないんで。わけわからんぐらいのギリギリトークちょうだい。もうね、あのね、ほんまにこんなん答えれるかみたいな感じ。じゃあ、僕今思ったんですけど、うん、カオルさんちょっと目が酔っ払ってません？酔ってへんって。酔ってる。酔ってへんよ。酔ってる。いつもコメント数多いな。だって俺、今日起きてからずっと飲んでますもん。だから言うたらもう2時間ぐらい。何言ってんの？好きなタイプは。好きなタイプは。好きなタイプは。嘘つかないで浮気しない子。ホストっぽ。ホスト。嘘つかないで浮気しない子。ね、浮気されたことあるってことですね。ね。いや、ないっす。ないっすか。初めてやったのは。仕事前に飲んだりするの。あ、ゆめさんの性癖聞きたい。ん？性癖。あー、性癖っすか。俺ら言ってますからね、性癖は。え、ちなみに何ですか。俺はハード SM。ソフト SM。ああ、なんだろう、なんすか、性癖、舐めるのが好き。クイニリングスの話ですか。そうです。コツ教えてください。めっちゃ普通って、めっちゃ普通って言われてる。え、1時間とか舐めれます。舐めれる。うっせえや。ほんと、マジですか。舐める舐める。俺ね、クンニリングス自体できないんですよ。今の若い子多いよね。あのもうダメなんですよね。もう言うたら、あのほんまにほんまにめちゃくちゃ好きになるなんて無理だと思う。俺寝る前、それでも嫌な顔しながら寝るまでできる。無理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 。寝かしつけるんじゃないの。舌ピクピクなる。寝ちゃったの。顎カッコンカッコンになるから。違う、舌が筋肉痛になるの。舌が筋肉痛。はいはいはい。舌が筋肉痛って俺聞いたことないです。この辺すっげー痛くなるぞ。じゃあ、その子に説明しても、舌が筋肉痛って聞いたことないって言われた。やっぱベロベロするんですか。ベロベロするってなんだよ。いやいや、クニリングスの話。まあそうでしょうね。ゆめさんなんか想像できないですね。ガッパーやってペロ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 してるんですか。やっぱ言うたら、ほんならもう必然的におケケが多い子は無理ですよね。言ったら、ん、おケケが多い子は無理ですよね。いや、それはもうかき分けて。あ、かき分けるのが好きなんです。探って探って探って見つかる。俺ね、俺パイパン好きなんですよ。もう断然パイパン。もうなんかもうやるって分かったらもう反りたい、うん、とりあえず
とりあえずやる前にパッてなんかな、なんかわかる、あのスッてさパンツの中に手入れた時にさ、こう自分の手を妨害する感じ、あのまとわりついてパッ、もうあれ嫌いなのスルッていきたい。おっつっておっつっておっつって、ホスト滑んな言うてだからもうパイパンじゃないと嫌。しかも脱毛してる子とかも超好き。ああつるっつる、ダラダラもしないない、これもうつるっつる大好き。天然パイパンとか超好き天然パイパン、天然パイパン大好き。バカなんじゃないバカでしょ。だってそっちの方がさ、あの舐める人はあれでしょ、やりやすいよ、やりやすいでしょ、舐める人はやりやすいね。だそっちの方がいいんじゃないですか。でもそんなに僕あのあれだから、なんかあんまりそんな結構な結構淡白だから。一切毛あった方がいい、ない方がいい。俺はない方がいい。ない方がいい、全然ない方がいい。俺でもね、あのね、ちょろっとあるのもね。なんだよ、AF はって。 AF は好きか嫌いかってことかな。 AF は好きか嫌いか。あ、 AF ですか。アナロファークのことだ。そうですね、俺大好き。いや、俺も好き。締まりが違うよね、あれね。そうですね。ある経験。経験ですか。うん、あるな、こいつ。いやいやいや、こいつ今のは、今のこいつの反応あるな。あるけど、ちょっとそんなことしたことない。最近そんなことしたことない。最近やろ、それ最近やろ。そんなことしたことでも、あるけど言えないぐらい。ほんだって何がいいですか。いやもうね、あのね、もう締まりがやばいよ。あの前の膣では体験できないぐらいの締まりが襲ってくる。ほんまに、なんだこらみたいな。これ何なんだ。ちゃんとするときはローションつけてあげよう。あげようって言う。もうねやばいから。しかもね、もうチキチキれそうなぐらいキュッてしまうの。マジですかやばいっすね何言うてんねんってな。すいません、皆さん1分前になりました。し、最後はね、ナンバーワンのランジュンで、楽しい放送となりました。すいません、タイトルが変わって、FFG のすべてがみんな AV になる、これからも皆さんもよろしくお願いします。お願いします。3月2日からフルハウスのプレイオープンします。フラッシュもね、今プレイオープン中なん で3月から皆さんはどっちでも、言うたらもう好きな子がおったらもうフラッシュかフルハウスか聞いて、でこの人どっちにいますかっていう感じで、リースリービル内、ダイレクトアビル内に、あの足運んでくれたらなと思います。では皆さん、今日は本当にご視聴ありがとうございました。バイバーイ。毎回下ネタばっかりでほんまごめんねバイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録チェケラー。